公共安は大韓民国の政治家、検事、弁護士。2016年12月9日に、僕国内大統領に対する弾劾訴追議案が可決されたため、憲法の規定で大統領権限大行を兼務。大統領権限大行の兼務機関は、憲法裁判所による僕国内大統領の悲免決定を受けて前倒しされた大統領選挙で当選したともに、 民主党のムンジェインが就任する2017年5月10日まで続いた。富山貢献検事長、法務部長官、国務総理、自由韓国党代表、未来統合党代表などを歴任した。検察生活は30年に及び、理論と実務を兼ね揃えた、公安通りとして知られるなど、公安畑としてのイメージが強い。このため、2015年に、 国務総理候補者となった際には、野党から強権的、公安統治の復活であると非難を浴びた。合理的にリーダーシップを発揮し、害獣内護とも表現される。また、検事時代には国家保安法の解説書を出版したこともある。最純実ゲート事件の発覚によって、大統領の僕国が悲鳴に追い込まれた際、 政治的混乱に陥りかねない時期ではあったものの、大統領権限代行として国政を無難に運営し、大統領選挙で当選した文ンに国政を混乱なく移行させた手腕を評価する声もある。1957年4月15日、ソウル出身、景気高等学校、聖金館大学広報科大学を卒業後、1981年に、 第23回司法試験に合格。司法研修院第13期となり、1983年に終了した。慢性人マシンにより、第2国民役判定を受けており、兵役経験はない。1992年に、ソウル地方検察庁検事となり、検事としてのキャリアをスタートさせた。ソウル地方検察庁の公安二部部長であった2003年には、 国家情報院に盗庁疑惑の捜査に関わり、国上院課長の逮捕などに至っている。こうした姿勢が、後に、歴代政権に敬遠される元となったという評価も、ある。2009年1月に、マサ現地方検察庁では、検事長、同年8月より、テグ高等検察庁で、検事長、2011年1月より、富山高等検察庁の検事長を務め、 退任後は弁護士に転じた。この時1年5ヶ月勤務した法律事務所より合計約16億本という報酬を得ているが、後に法務部長官のための聴聞会の際に全館を礼遇するための非正常観光ではないかとの疑惑が持ち上がった。法務部長官として2013年に発足した僕国政権では法務部長官に就任。木は法の考えを よく理解しており、法からの信頼も厚いと言われている。法務部長官として務めた2年間、長官としての役割を忠実に果たし、安定した法務行政を行ったと評されている。2014年4月に発生したセウォール号沈没事故では、事故を起こした運航会社、新海沈海運の事実上のオーナーである、ゆひの予備校を、背任容疑で指名手配したものの逮捕することができず、 法務部長官として、木の責任を問う声も上がった。最終的にはすでに変死体となって死亡していたことが明らかとなり、木は謝罪に追い込まれた。2014年8月に発生した産経新聞韓国大統領名誉毀損問題では、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が出国禁止措置の解除を求め続けたが、木は法務部長官として、 出国禁止延長処分の取り消し、及び効力を停止させる申請を受ける立場にあった。何度も出国禁止措置は延長され、2月6日には措置の取り消しを求める訴訟を起こされている。最終的に2015年4月14日に、加藤前市局長の出国が認められ、4月27日に訴訟も取り下げられた。 加藤前市局長が謝罪すれば起訴しないという提案を行ったことについては否定し、誤った報道を行ったのに訂正も謝罪もないのはおかしいと反論している。新北左翼政党である統合新歩党については、大韓民国を内部崩壊させる癌のような存在で、あるとして政府による政党解散を主張するなど強硬な姿勢で臨み、2014年11月25日には、 統合進歩党の李た氏姫代表と憲法裁判所において4時間に及ぶ絶戦を展開。同年12月19日に憲法裁は統合進歩党に解散を命じた。こうした断固とした姿勢は高く評価されている。2014年には国家情報委員委員長として名前が上がったこともある。2007年にフィリピンで韓国人観光客が拉致。 殺人されるという事件が19件発生し、容疑者の韓国への身柄引き渡しが2015年5月になってようやく実現したが、これには、木のフィリピン当局に対する働きかけが功を奏した結果だと評価されている。国務総理2015年4月、李韓旧国務総理ら与野党の議員8人に違法政治資金授受疑,疑惑が持ち上がった際、木は法務部長官として、 疑惑が取り沙汰された8人に限らない全面的な捜査を行うと宣言。その後、ほどなくして、李は国務総理辞任を表明し、同年5月21日、李は青瓦台から首相候補として発表されることとなった。首相指名を受けた際に行った記者会見では国の基本を正すと抱負を述べている。6月18日、国会で任命同意案が可決され、 即日就任した。木の国務総理就任は概ね好意的に受け止められ、国務総理指名後に、与党、セヌリ党の支持率は上昇に転じた。就任直後の6月19日には、韓国で広がりを見せていた中東呼吸器、症候群への対策が後手に回ってきたことについて、国会で新首相として謝罪を表明。 7月28日には事実上の収束宣言を出した。2015年10月20日、ソウルで開幕したソウル国際航空宇宙防衛産業展示会において、2020年までに世界7大航空宇宙産業強国に入ることを目標として掲げたほか、航空宇宙産業と防衛産業の発展に取り組むことを表明した。 2016年6月25日に開かれた朝鮮戦争66周年記念式典において北朝鮮は中距離弾道ミサイルを日本海に向け発射し続けていることについて同国による対話の提案がいかに欺瞞的であるかを示すものだとして非難した2016年7月15日 THAAD ミサイル配備先候補地に決定した北道青州にて 説明会を開催するため、官民救国防部長官らと共に軍長を訪れたが、反対派から卵やペットボトルを投げつけられ、説明会は30分で中断を余儀なくされる。その後、車に避難したが配備に反対する住民に取り囲まれてしまい、合計6時間半もの間立ち往生を余儀なくされた。一連の出来事は警察による捜査が行われる事件となっている。 2016年10月下旬に、僕国が国家機密を親しい友人の再準備に漏らしていたことが発覚し、支持率が急落。当面の打開策として、挙国一致内閣を樹立すべきとの声が高まり、11月2日、僕は後継首相に青瓦大政策室長などを歴任した国民大学校教授の金、平順を指名したが、事前に、 野党への相談がなかったためこの人事が議会で承認を受けるめどが立たず最終的に金、ね、平準の指名は撤回されており、期は首相職務を継続。同年11月のアジア太平洋経済協力会議の首脳会議にも大統領の代わりに出席した。大統領権限代行2016年12月9日に国会が僕国内大統領に対する弾外卒案を可決し、 僕大統領は同日午後7時3分に職務停止となった。憲法の規定により国務総理である旗教安が同時刻より大統領の権限を代行することとなった。次期大統領選挙有力候補の支持率調査において、期は2017年1月下旬の時点で4.6%で、あったが2月1日に保守派の有力候補だった。 半期分全国連事務総長が選挙不出馬を表明すると、直後の世論調査では12.1%まで上昇し、ムンジェインに次ぐ2位となった。またセネルリ党内からも保守派候補としての出馬に期待の声が上がるようになった。ボクク値段外裁判の捜査期限を迎える前日の2月27日、期は特別検察官捜査チームより要請されていた。 捜査期間の延長を承認せず、2月28日に捜査は終了した。3月10日に憲法裁判所は、僕国の大統領罷免を裁判官8人の全員一致で決定し、即日失職した。3月15日の臨時閣議で、次期大統領選挙の日程を5月9日に決定し、同時に国政の安定と公正な選挙管理を行うことを理由に、 自らの立候補を否定した。5月9日の大統領選挙で共に民主党前代表のムンジェインが大統領に当選し、文新大統領が就任した翌5月10日午前8時9分をもって大統領権限代行が終了。新首相として全羅南道知事のリラクフチが指名されたことを受けて内閣総辞職を表明したが、ムンジェイン大統領からは当面。 受理しない方針を伝えられた。ところが、翌11日には一転して G が認められ、退任した。2019年1月に行われた、次期大統領選挙への出馬が目される、政治家12人の支持率調査が行われ、期は、リラックフチ首相の13.9%に次ぐ僅差の13.5%で2位となり、同月29日の同様の調査では、 支持率17.1%で、リラクフチの15.3%を抑え1位となるなど、保守派の次期大統領の有力候補として注目される存在となった。しかし、保守派は、気境安の他に目星候補がいないのに対し、進歩派は、リラクフチの他にも、僕厳順や、リアリア家など有力候補が、複数いることもあり、 2018年12月29から31日に行われた世論調査では、次期大統領選挙がリラクフチとキキョウヤスの一気打ちになった場合には、公共安はリラクフチに大差で敗れるという結果が出ている。1月15日には保守系最大野党の自由、韓国党に入党。2月27日に行われた党代表選挙に立候補し当選。 2019年7月に日本が韓国に対して半導体材料の輸出管理を強化した際にはムンジェイン政権の対応が遅れたことを指摘しつつも問題解決のため政府に協力することを表明。7月18日のムンジェイン大統領と与野党後党代表が集まった会談では日本に対する経済報復措置の即時撤回を要求することで合意したがこれが が初めて文在寅と対話したた機会ととなったとはいえ、ムンジェイン政権の外交政策にはその後も批判を行っており、米韓同盟の軽視や反日を煽るばかりで、具体的な対策がないとしている。2019年9月にはムンジェインが、側近の総国元大統領府、民情主席秘書官を様々な疑惑が晴れないまま法務部長官に任命したことに抗議し、 抗議集会の場で髪の毛を剃り落とすパフォーマンスを行った。韓国では剃発は固い決意を示すものとされるが、支持者からの評価は分かれた。2020年2月17日、自由韓国党、新しい保守党及び未来に向けた前進4.0が合同して結成した、新党、未来統合党の初代代表に就任した。 同年4月15日に執行された第21大総選挙では、COVID-19 対応の成果を強調する与党に苦戦を強いられ、保守系勢力の結集に失敗したこともあり、与党系当選者が全議席の5分の3を占めるという1987年の民主化以来の圧勝を許し、すべての役職を辞任すると表明。自らの選挙も、同じ選挙区のリラクフチ前国務総理に敗れ、 落選した2019年7月30日自由韓国と日本輸出規制対策特別委員会第二次会議に出席日本のキャッチオール規制の運用見直しに関し韓日関係をもとに戻せない破局に向かわせる致命的行為になることを安倍政権に厳重に警告すると述べているありがとうございます